ちは。7月16日土曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。さあ、池袋東口グリーン大通りをメインに開催される池袋リビングループ、今日の開催私も楽しみにしていたんですが、残念ながら今回のマーケットは雨天のため中止となってしまいました。次回の開催予定は9月を予定しているそうです。まずは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの4つの話題を中心にお伝えいたします。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。4回目の接種についてです。対象者は接種券をお持ちで3回目接種から5ヶ月が経過した方のうち60歳以上の方か、もしくは18歳以上で基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認めた方です。3回目の接種を完了した18歳以上の区民の方全員に接種券を順次発送します。60歳未満の方は接種券に同封しているチラシをご覧の上、ご自身が接種対象者に該当するかご確認ください。そして武田社ワクチンのノババックスのご案内です。対象者は18歳以上で1回目から3回目の接種の方です。4回目接種はできません。またファイザー社、武田モデルナ社ワクチンとは異なり、3回目の接種間隔は2回目接種から6ヶ月後になりますのでご注意ください。接種会場は池袋保健所で、祝日を除く第1、第4金曜日の午後6時から9時に行います。ワクチン接種をご検討ください。次です。7月16日土曜日から8月26日日曜日まで、豊島区の文化施設と古代オリエント博物館のコラボ企画展、コラボ企画の豊島みんなで大公開を開催いたします。こちらはサンシャインシティ文化会館7階にある古代オリエント博物館の企画展、大航海時代へマルコポーロが開いた世界と連携したクイズラリーです。シルクロードで運ばれた陶磁器や16世紀当時の世界地図など貴重な作品が展示されます。中でも地図制作者フォペルの現存最古の作品である地球儀を見ることができます。ラリー対象施設には合言葉があり、チラシに記入して豊島区立郷土資料館または古代オリエント博物館に持っていきますと、素敵な記念品を手に入れることができるんです。なお先着300名でなくなり次第終了です。大変暑い時期ですので、各施設を巡る際には帽子や日傘などの熱中症対策をして、こまめに水分補給をしながら回ることをお勧めします。オリエント時代に思いを馳せながら豊島区内を巡ってみてはいかがでしょうか。続いての話題です。子宮頸がんは子宮の入り口にできるがんで、近年20歳代、30歳代の罹患者が増えています。平成30年時点では日本国内で年間およそ1万1000人が発症し、およそ2900人が亡くなっています。子宮頸がん予防ワクチンはこれまで積極的に受診することを差し控えてきましたが、この度ワクチンの安全性と有効性が国により認められたため、令和4年4月より積極的な接種の呼びかけを再開しました。対象は平成9年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性です。対象者には7月下旬に予診票を発送します。予診票をご持参の上、23区内の実施医療機関にて受診してください。なお豊島区指定の医療機関は区のホームページにてご確認ください。接種の期限は
令和7年3月31日までですのでご注意ください。子宮頸がんを予防するためにも対象の方はぜひ接種をご検討ください。次です。豊島区立トキワ荘漫画ミュージアムが令和4年7月7日で開館2周年を迎えました。そこで今回はトキワ荘と最もゆかりの深い雑誌である漫画少年をテーマに開館2周年記念展示漫画少年大閲覧号幻の雑誌完全揃い101冊を開催しています。漫画少年とは昭和23年から30年に加藤健一さんが起こした学童社から発行された月刊誌です。現存数が極めて少ない貴重なものですが、この漫画少年がミュージアムに101号全冊揃って展示されます。漫画少年の特徴の一つに読者参加のページが質・量ともに充実していたことが挙げられます。常連入賞者の名前は読者の間でも注目されるようになり、そこから交流も生まれ、トキワ荘に漫画家が集まるきっかけにもなりました。トキワ荘の漫画家たちの登校時代の作品や資料などとともに子どもたちに夢を与え、多くの偉大な漫画家やクリエイターを輩出した漫画少年の功績をこの展示を通じて感じることができます。開催期間は休館日の月曜を除き10月16日まで、時間は午前10時から午後6時、最終入館は午後5時半までです。事前予約優先となりますが入館料は無料です。さらに8月7日までは2周年記念としてミュージアムでトキワ荘ゆかりの漫画家たちの作品を塗り絵にした短冊に願い事を書くことができます。書いた短冊は8月3日から7日の間、区立南長崎花咲公園に笹竹およそ40本の七夕飾りとして飾ります。トキワ荘の漫画家たちの作品や発行当時の原画パネル展示などとともに漫画少年の功績をぜひお楽しみください。熱中症に気をつけましょう。熱中症予防のポイントを紹介いたします。エアコンを使いましょう。日中だけでなく夜間や就寝時も使用して温度を調整しましょう。こまめに水分を補給しましょう。汗をかいた場合には適度な塩分補給も大切です。体調管理と食事をしっかりとりましょう。豚肉や海藻類、梅干しなどでビタミン B1 やカリウム、クエン酸を取りましょう。屋外に出る際は帽子、日傘などの熱中症対策用品を積極的に使用しましょう。9月30日までは日常生活に無理のない範囲で節電にもご協力ください。ではニュースフラッシュのラストはイケバスの映像をご覧ください。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。さあ今回のテーマはハッシュタグ夏ですよ、まだ間に合いますよ、シェイプですよということです。さあどんなエクササイズなのか、ゲストはもちろんこの方です。ストレッチマスターの高田麻美さんにお越しいただきました。麻美先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ今日のテーマは夏ですよ、まだ間に合いますよ、シェイプですよということで、要はね、はい、ちょっと陰踏んでる感じですけれども、はい、まだ間に合いますか。間に合いますね。はい、あの結構ね、あのコロナの自粛とかで運動不足を感じてる人とか、ちょっとウェルが気になるななんて方もね、はい、あの多いと思います、はい、なので今日は、体をちょっと積極的にアクティブに動かして、はい、運動不足の解消と、うん、大きな筋肉を動かして、代謝を上げていこうかなって
代謝を上げるというのを目指して、ね、頑張っていきたいと思います。代謝を上げるということで、はい、私も運動不足もう真っ只中でございます。先生よろしくお願いします。はい、頑張りましょう。はい、それではね、早速、はい、準備運動から、はい、やっていきたいと思います。足を、ね、少し広めに開いてくださいね。はい、両手肩に置いてください。肩の近くに添えるだけでもいいので、はい、前から後ろにぐるぐるぐると回していきますね。肩を回すんですね。うん、そう、すごい柔らかくていいですよ。肩甲骨を、ね、内側に寄せるように回してみてくださいね。内側に寄せる、うんうん、で反対です。今度は背中を大きく外に広げるようにして回してみてください。はい、OK です。じゃあこの手を、ね、上に持ち上げて、はい、大きく息吸って吐いて右側、うん、遠くへ引っ張ります。そう、気持ちよく伸ばしてくださいね。はい、持ち上げて反対です。この、ね、肩甲骨を遠くへ引っ張るようにすると腰が伸びていきますからね。そう、お腹肩をして、うん、はい、真ん中に戻します。はい、両手後ろでつなぎましょう。はい、でこのまま息を吸って、はい、吐きながらお尻と手を離していきます。離していく。そう、胸を少し前に突き出して胸のストレッチですね。はい、いつも、ね、手を体の前で動かしてて体の後ろにあまり手を持っていかないという人が、ね、ここ気持ちよく伸びるから、うん、よく伸ばしてくださいね。もう一回いきましょう。息を吸って吐きながらぐーっと前出して、うん、胸から肩の前まで気持ちよく伸ばしてください。はい、OK です。はい、ちょっと軽く手と足をね、ブラ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 。はい、では準備体操も終わったので早速、はい、今日は頑張って動いていきたいと思います。はい、はい、それではレッツシェイプエクササイズということで曲書きますね。今日はね、そう、音楽に合わせてね楽しく動いていきますのでね、テレビの前の皆さんぜひ一緒にやってください。お願いします。はい、それでは右の足から歩いていきます。1、2、1、2、そうです。膝はあまりこう思い切り上げなくていいので、まあ、ないい、そうですね、軽く足踏みするとどで結構です。手を大きく振りましょう。手を大きく振る。そうそうそう、お家の中でねちょっと騒音が気になるという方はね、上半身を大きく動かしていただくといいと思います。はい、じゃあこのまま足を少しずつ開いていきますよ。はい、膝は柔らかくね、こうバンバンってやらないでね、柔らかく使いましょう。そう、右足から足を開いてますね。じゃあ閉じます。はい、閉じていきましょう。4つ足を開きます。はい、4、3、2、1、閉じます。そうです。はい、4、3、2、1、閉じる。この4歩の足を少しずつ前に出して、閉じた足を後ろにします。はい、1、2、3、4、閉じます。さあこの時ね、つま先と膝は外側に向けてくださいね。そう、うん、軽く外側に向けて膝を柔らかく使うのがポイントです。はい、肘大きく振って、はい、閉じて、足も急になってますね。そうそうそう。はい、じゃあこれ2回に減らします。足を開いて閉じて、開いて閉じて。そう、つま先と膝を外側に向けて、ここ内ももとかね、お尻もいっぱい使ってますからね。じゃあここから手をシェイクシェイクに変えていきます。気持ちよく息を吐きながら、あと2回、はい、開く、閉じる。じゃあ歩いてください。はい、じゃあ今の動きをね2回やって歩くを繰り返します。開きますよ。開く、閉じる、歩いてください。歩く、この時は手を大きく振って、はい、2回いくよ。開く、はい、手をシェイクシェイク。さあ手をシェイクシェイク、歩きましょう。さあ吐きを吐く、はい、開きます。はい、シェイクシェイク。はい、ラスト1セットいきますよ。はい、開いて、はい、シェイクシェイク。この手をねちょっと変えていきますね。歩いてください。さあ歩いた後に今度は手を伸ばして足開きます。そう、開く、閉じる、開く。そうそうそう、2回って言ったよね。そうそうそう、2回でいいよ。せーの、開く、閉じる。そう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 、そう、息を吐く、いい感じです。とても綺麗に動けてます。せーの、開く、閉じる、開く、閉じる、歩く、歩く。生えてるのもいいですね。うん、そうですね。はい、大きく。さあ背中の筋肉とかね、胸の筋肉とかもね使ってください。はい、歩く。さあラストいきます。はい、大きく、はい、手を、そう、長く斜め上。はい、OK です。じゃあね、もうね今右足ばっかり動いたので左足です。左足で歩きましょう。そうです。うん、開きますよ。じゃあその場でね、足を開くところからいきましょう。足を閉じます。さあ吐きを吸って吐く、肘です。はい、開く、呼吸忘れちゃいますね。そうね、なんかね、こう足に集中してね、そう、呼吸を忘れちゃうと思うんで、ね、しっかり吸って吐いてください。4つ開きます。4、3、2、1、閉じる。
さあ、はい、膝を柔らかく、はい、つま先膝外へ、はい、開いた足をちょっとずつ前へ、あ、前へ、そう、後ろ、そう、前へ、後ろ、2回に減らしますよ、はい、前から後ろ、腕の声、つま先からこうやって歩かないよね、しっかりと足を踏み込んで、そう、膝を柔らかく、呼吸を吐いて、じゃあ手をシェイクシェイク、さあ、では歩いていきます、はい、歩く歩く、2回いきます、はい、2回そう、有酸素運動なのでね、ずっと動き続けます、なるほど、これで脂肪が燃焼してるんですね、そうですよシェイプですよ、シェイプですよ、いきましょう、いっぱい燃焼していただかないと、肘をシェイクシェイク、まずはね、こうね、あんまりね、最初は大きく動かないでね、手は小さいところから動かして、徐々に徐々に大きく動かしていくのがポイント、せーの、まあ、他にもいろんな手があるんですけど、さっきやらなかった手やってみてもいい、はい、頭から腰いきます、腰、せーの、はい、頭腰さあ歩きます、そう、2回ね、せーの、はい、サービス精神旺盛だからね、そう、2回以上やっちゃうのね、歩きます、はい、では頭、はい、ゴーゴー、そう、ここからさっきの手を伸ばす動きに変えていきますね、はい、もういろんなバリエーションがありますが、手を大きく開く、閉じる、さあ胸開いて歩く、さあ膝の方とか大丈夫ですか、大丈夫です、うん、はい、大きくね、じゃあいけたら大きく、もしねきつかったらね、足はこう小さく動かしていただくといいかなと思います、はい、ラスト、はい、開く、閉じる、OK で、はい、歩いてください、ここからちょっと足を上げる、はい、ニーアップという動きに入っていきますね、では足を右から上げます、上げる上げる、はい、右足、左足、そう、これ足はちょっとでも全然構わないですし、はい、いけたら頑張って引き上げます、お、はい、なるほど、はい、そうです、足いきなり使いますねさあ、じゃあね、1回上げて歩きましょうか、上げて歩く、上げて歩く、よし、歩く、そう、上げて歩く、手を上にパンチ、上にアップ、なるほど、そう、背中から、あ、体も一緒に引き上がるよね、肩甲骨から持ち上げると腰が引き上がるので、そう、背中から、お、お腹も、そう、お尻、太もも、お腹向きますね、お腹、そう、背中も使ってます、あ、さあこの時ね、顎が上がらないように、顎が上がらないように、力、いやいやいや、そう、来てくださいますからね、もしね、お家が騒音が気にならないって方はね、軽く伸び上がる、ふぅ楽しいです、テンション上がってきますね、これは、そう、頑張ってね、はい、あと2回、よいしょ、OK です、歩いてください、歩きましょう、息も上がってきました、いい汗も返ってきました、よくここから落としていきたいと思いますので、では深呼吸いきます、下から大きく息を吸います、吐いて下ろしましょう、もう一回吸って、吐いて下ろします、はい、お疲れ様でした、テレビの前の皆さんもお疲れ様でした、いや本当、はい、運動不足の私としては、はい、なんかもう楽しかったです、本当に大変なんですけど、そうです、ね、明日大変なんだろうなと思うんですけれどもすっごい楽しかったです、音楽に合わせて動くとすごい心もなんかアップして気持ちがこう上がりませんか、もう特にこんな雨が降ってる日なんかはね、お家の中で音楽聴きながら楽しく動いていただけるとすごくいいかなと思うので、テレビの前の皆さんもぜひ一緒にやってみてください、ということで、はい、先生、他にイケビズではどんなプログラムがあるんでしょうか、はい、イケビズでは毎週火曜日にルーシーダットンキッズダンスストレッチを開催しています、また第1第3土曜日には人気の高いシェイプ、あと皆さんお待ちかねのキッズプログラムかけっこ教室もご用意してお待ちしています、今日まさにね第3土曜日なので、はい、この後かけっこ教室とシェイプがあるんですね、でこのシェイプっていうのはね、ちょっと踏み台に登ったり降りたりするので、うん、今やった運動よりもさらにね運動効果脂肪燃焼効果がありますので、ぜひ皆さんよかったら来てください、はい、また私のね、はい、ツイッターでもこちらで紹介している、はい、いろいろなエクササイズを紹介してますので、はい、よかったらQR コード読み取ってみてください、次回は8月20日土曜日ということなんですよね、はい、次回は左右に体を大きく動かして重心を移動しながら上半身も大きく動かして、今日よりさらにもうちょっときつい、もうちょっとレベルアップということで、はい、動かす、はい、脂肪燃焼のクラスをします、本日のゲストはストレッチマスターの高田麻美さんでした、ありがとうございました、は
池水の皆さん、またね。お疲れ様。